リッチはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、バックレイ級護衛駆逐艦の一隻。艦名はミッドウェイ海戦の功績で海軍十字章を受章したラルフ・エム・リッチにちなむ。リッチは1943年3月27日にミシガン州ベイシュティノで放造船で寄港する、銅造船所で寄港した3番目の護衛駆逐艦であった。 1943年6月22日に、ラルフ・マクマスター・リッチ夫人によって、命名、浸水し、収益前の造船所による公見は、ヒューロン湖で行われた。竣工後は、イリノイ州シカゴに向けて出港し、9月24日に到着した。リッチは、シカゴ運河を通過し、シカゴ川を下って、ジョリエットへ向かい、そこで、ポンツーンが取り付けられた。 橋家の一部として、デスプレームズ川、イリノイ川、ミシシッピ川を降り、ルイジアナ州アルジャースのトッド・ジョンソン造船所に到着後、残る乗組員が上艦し、1943年10月1日に、艦長、e、E.A. マイケル・ジュニア少佐の指揮下収益した。バミューラ沖での成長後、リッチは、第19護衛艦隊に加わり1944年2月末まで、沿岸護衛。 偵察任務に従事した。当時の第19護衛艦隊は、リッチ、ブル・バンチ・ベーツ、アムスベリー、ブレスマンから構成された。その後、大西洋横断の護衛任務に配属されたリッチは、5月までに3度の往復を行う。1944年5月10日にリッチはニューヨークを出港したが、これが最後の北大西洋横断となった。5月23日に、 北アイルランドのロンドンデリーに到着し、アメリカ合衆国に帰国する戦団の護衛任務を待っていたリッチはノルマンディ上陸作戦への参加を命じられた。リッチは海軍のノルマンディ進行作戦であるネプチューン作戦の準備を始める。6月4日にプリマスに到着し、戦艦レバダの護衛として配属された。 作戦スケジュールは悪天候のため24時間遅れとなり、U 部隊は6月5日にフランスに向けて出港した。リッチは姉妹艦のベイツと共に第125任務部隊の砲撃グループの護衛として参加した。同部隊は戦艦ネバダ、従順洋艦、クインシータスカルーサ軽巡洋艦、ブラックプリンスから構成された。6月6日から8日まで部隊は、 カランタン、川口北西部のユタビーチに上陸する部隊への支援射撃を行い、リッチは部隊の護衛に従事した。6月6日にリッチは円幕を張って、ドイツの S ボートによる攻撃を防いだ。6月8日の8時45分、リッチはタスカルーザに乗る第125.8任務軍の指揮官から第三火力支援エリアのサンマルコフ諸島北西部で、植来した。 駆逐艦グレノンの支援を命じられた。リッチは全速力で同エリアに急行し、2隻の総海底と共にグレノンの援護を行った。リッチは低速で航行し、乗員は敵機及び機雷に警戒した。9時20分ごろ、リッチはグレノンの栄光準備を行う総海底の乗員から300ヤードの海上にあったが、右弦50ヤードで機雷が爆発した。この爆発で、 リッチのブレーカーが落ち照明が切れ、缶は大きく揺れ上員は立っていられないほどであったが、船体構造に損害は生じなかった。1分以内に機関室からすべてのベルに応答する準備完了の報告が行われたが、3分後に別の機雷が缶の下方で爆発した。缶工法第130フレームから、 後ろの 28mm4 連装機銃規部を含む50フィートが吹き飛んだ。船尾区画は炎上したが、生存者は残骸にしがみついた。船尾はたちまち沈んだ。主パンには3フィートのたるみが生じ、2発の魚雷が発射管の中で熱せられた。3個目の艦号機雷が2分後に製氷室前方で爆発した。艦の前方は大きく破壊され、 露天環境は倒壊し、前方下機関性質は大きく損傷しますとは、崩れ落ちた。救命イカダによる体艦と、艦の放棄が命じられた。ジョン・ディ・バルクリー少佐指揮する PT ボート戦隊がリッチに近寄り、乗員の救助を開始した。この艦、ドイツ軍の沿岸砲台は、砲撃を継続していた。数分後、リッチは、 北緯49度31分整形1度10.6分、北緯49.517度整形1.1767度、49.517マイナス1.1767、40フィートの海底に沈没した。この戦闘で27名が死亡し73名が負傷、62名が行方不明となり、負傷などで、その後合計91名が死亡した。リッチは、 ノルマンディで失われた唯一のアメリカ軍護衛駆逐艦であった。艦長のマイケル少佐は戦闘で足を骨折したが、その功績で海軍十字章を受章した。リッチは第二次世界大戦中の戦考で一個の従軍聖章を受章した。その後リッチの残骸から機器類、砲、弾薬、その他の装備品が引き上げられた。戦後リッチの残骸は朽ち果て、装備の一部は D. 英博物館に展示されている。スクリューの一つは、博物館の前に展示されている。ありがとうございます。